神奈川県鶴見さんが中学生の時の話近所のゴミ捨て場に CD が20枚ほどビニール紐で縛った状態で捨てられていた当時流行っていたアイドルやバンドのものばかりである一緒にいた友人たちと儲け物だと持ち帰り分配することになったしかし 実際に中を改めて見ると、すでにすべてケースとは関係のない別のディスクが収まっていた。版面に印刷のされていない個人で録音するためのディスク。落胆した鶴見さんたちだが、すべての版面に〇〇、〇〇市〇〇町〇番地などの地名が手書きで書かれている。とりあえず何かしら録音されてはいるようだ。 トラックは分け,て分けられておらず1分程度の長さの1曲のみものの試しに再生してみるが不明瞭な雑音がかすかに聞こえるだけで一向に何も始まらない30秒ほど待ってようやく「バシ」という衝撃音がスピーカーから響き渡ったそれからあとは再び雑音に戻る 鶴見さんたちは首をかしげながら今度は別の地名が記されたディスクを再生。書かれている地名は違うが内容は一緒だ。雑音の後衝撃音。馬車。再び雑音が続く。いくらディスクを変えても同じ。弟シバキドサ 何枚目かで何を持ったのか友人の一人がトラックの終了間近で音量を最大にした。これサイレンじゃん。言われてみれば救急車かパトカーか救急車両のサイレンのような音がする。人の話し声も。一人ではなく大勢の雑踏のざわめき。靴音、車のクラクション、道号。 泣き声、これ誰かの飛び降りを録音したんじゃないか誰ともなく言ったその言葉に鶴見さんたちは再生を中断警察に相談すべきかどうかと議論になったが結局は仲間内での秘密とし全て元の場所に戻してきた翌日にはその場から亡くなっていたという東京都 ゴミ収集員の久我山さんには収集が憂鬱な地区がある閑静な高級住宅街なのだがここではいわゆるわら人形がゴミに混ぜられて混ぜて入れられた袋が出される特定の収集場があるのだだいたい決まって可燃ゴミの収集日だという2位から3位はわら人形入りゴミ袋が置かれて 二つ三つ。二つ三つはわら人形入りゴミ袋が置かれており、そのゴミ自体も通常の生ゴミや紙片ではない。高級な牛肉や魚介類が未開封のパックごといくつも入っていたり、丸められた紙幣が入っていたりする。そしてわら人形が目立つようにわざわざ外から見えるように混ぜられているのだ。 一度など藁人形だけが数十体ぎっしり入った袋が3つ重ねられていたこともある確かにそういったジョークグッズは市販されており誰でも手に入れることができるようだが人目につくように大量に捨てる理由はわからないちなみに憂鬱な理由は必ず人形には五寸釘が刺さっており袋を開封して分別作業を行わなくてはならないから だだそうだ新潟県鳴川さんのジョギングコースである河川敷にはだいぶ前から放置されている洗濯機がある有名メーカーのロゴがすっかり錆びてしまったおそらく不法投棄と思われるその洗濯機は頻繁に置いてある位置が変わるという。 当初に捨てられていた場所から半径50メートルほどの範囲を点々と移動しているようだが、それ以上どこかへ行くことはない。何者かが意図的に動かしているにせよ、撤去や解体がなされる様子もない。一度横倒しになっているのを見かけた翌日に元通りになっていたこともある。鳴川さんの友人はある日の真夜中、まるで稼働しているかのようにガタガタと動いているのを目撃したことがあるそうだ。 真偽は不明だが洗濯機はまだそこにある山口県徳田さんは子どもの頃近所の公園で妙な漫画を読んだことがある帯やカバー等はない状態でゴミ箱に入っていたそうだとにかくボロボロでページ自体が色あせて傷だらけ 注意して持たないと勝手にページが外れていってしまうほど題名は記憶しておらず関数の表記などはなかったという前半は主人公の少女の日常がギャグ交じりに書かれていくしかし中盤からどうやら主人公が何者かに命を狙われているらしいということが判明する助けを求めた親類や 友人が理不尽に命を落とし突然自ら地面に頭を何度も叩きつけ死ぬ学校にトラが出現し食われるなど意味不明な死に方ばかり悩んだ主人公は自宅に引きこもりがちになってしまうなぜか両親が外出したりしたきり深夜になっても帰ってこないというエピソードの後に主人公は泣きながらお風呂に入るすると背後に 片方の目と鼻がない男がふっと現れる主人公がその気配を察しとうとう振り向いてしまう次のページで顔面の崩壊した男が見開きで大写しになる,怖が,らる怖がらせる場面とはいえ男の顔は丸っこい少女漫画風味である全体のタッチを明らかに逸したリアルで恐ろしいものだったそうだ 次のページも、次のページも同じ見開き。男が至近距離から読者を睨むページが延々と続き、やっと最終ページ。同じ男のアップに漫画自体の書き文字ではなく、明らかに印刷後の鉛筆による極太の書き込みで、探したぞ、と書き殴ってあった。 そして主人公の末路や男の正体には触れず漫画はそのまま終わってしまう。徳田さんは漫画を元のゴミ箱に捨て待ち合わせに現れた友人と別の場所へ行った。なんとなく忘れることができず後日再び公園を訪れてみたが漫画はなかったという。徳田さんはこの謎の漫画を再読してみたいということである。題名がわかる。 似たような作品を知っているなどの情報があればご教示願いたい千葉県新島さんが住んでいるマンションで風呂の排水口が詰まってしまった自力で解決するのは困難と判断し業者を呼ぶことにした業者が点検を終えると汚れや髪の毛ではなく何か大きなゴミが詰まっているようだ との説明を受けた。大掛かりな修理をしなければ取れないと言われ後日改めることに。当日は仕事があり修理に立ち,会えなか立ち会えなかったのだが帰宅後には連絡を受けた。修理を終えたという業者の説明曰く排水溝のパイプには豚の内臓が約200グラム、溶けたろうそく、魚の目玉が9個、 首から切断された鶏の頭二つ、血液が付着した大量の種類が詰まっていたという。覚えがないと弁解する新島さんに業者は、だとするならばすぐに警察に相談した方が良い事態だと思うと言った。何者かが部屋に侵入した可能性があると。真冬とはいえ、 真冬とはいえ腐敗が進んでおらず詰まったのは近々のことだと考えられるとも新島さんは警察に相談したが物が取られた鍵を壊されたなど不法侵入の根拠がないと捜査ができないと判断されてしまったすぐに引っ越しの手はずを整え自室のカーペットを剥がし運ぶ際に気づいた フローリングの床全体に黒いインクらしきもので星型が描かれていたのだ。それは廊下,がか廊下,が廊下側から見ると逆さま、いわゆる逆五芒星になっていた。当然内見の際には存在しなかったもの。新島さんは侵入した何者かは部屋で黒魔術の儀式,儀式を行ったのではないかと考えている。 ここからは余談めく。マンションのオーナーは高額な補修費用を全額新島さんに請求納得,納得できず話し合いを続けていたのだが引っ越しの約1ヶ月後に突然「やはり補修費用は結構です」とオーナーの代理人を名乗る人物から連絡があった何度か折り返しの連絡を試みたが半年ほどで電話番号そのものが普通になってしまった。 これもやはり理由はわからない。茨城県塚原さんがゴミを出そうと収集場の青いポリバケツを開けると握り拳くらいの大きさの日階が入っていた。正体が分からず観察しようとするとそれは素早くバケツの壁面を伝え逃げていった。 心臓に似ていたという。埼玉県。町田さんの祖父は農業を営んでおり、時、時節、時節には収穫を手伝わされることもあった。ある時作業道具をしまう納屋で祖父が刃物を振り上げている。バラバラに解体されているそれは、カカシだった。 畑で使われているかかしの中には祖父が処分しているものより古いものもあったはずである唐沢さんは「なんでそれはダメなの?」と聞いた「あそこに山があるだろう?」顔を上げた祖父は畑からごく近い山を指さす。 かかしはただのお人形さんじゃない。山から降りてくるものが入って初めてたた畑を守ってくれる。でも中には良くないものがいる。このかかしには良くないものが入ってしまったのだ。と祖父は言った。唐沢さんはそれがかかしに入ると何をするのかと聞いた。家の中覗きに来る。昨夜も勝手にほっつき歩いてきて窓からずーっと見とった。ほっといとら、 ろくななことにならん祖父は解体し,か、えー、解体したかかしを焚き付けにして燃やした立ち上る黒い煙が風もないのに山の方角へ消えていく光景を唐沢さんは記憶している祖父はだいぶ前に亡くなり畑は全て人の手に渡ったそうだ